今からおよそ30年前、100万人が死亡したとされるアフリカ・ルワンダの内戦を生き延びた女性が大町町の児童を前に講演し、命の大切さや日常の大切さを訴えました。命を大切にしながら毎日毎日元気よく勉強しましょうね。講演したのはアフリカのルワンダ出身で現在福島県に暮らすトワリ・マリー・ルイズさんで、大町聖学園の児童およそ250人を前に命をテーマに講演しました。命やったら学んだことが全てをなくしてもそれだけ頭に残っていれば明日へ生きる希望が続くんです。ルワンダで教員だったトワリさんは、1994年におよそ100日間で100万人が亡くなったとされるルワンダ虐殺で、30人いた同僚のうち25人が命を落としたことや、3人の子供を抱え命からがら逃げ出したことなどを語りました。戦争の悲惨さや、命の大切さなどが分かりました。友達や家族を大切にしていきたいです。